うん、T さん、ありがとうえ。ザッキーさん。えー、井さんは30歳頃から芸能活動を本格化されたと見ました。私も今年で30を迎えるんですが、特に何も変わるような、ん感覚もしくは変えようという意識はありません。30代を迎えるときに仕事面で意識すべきことはありますかまた、意識や行動など何か変えるべきことはありますかだって、ね。そらあなた次第じゃないの 俺が何とか言うこっちゃないわな。30歳とか別にどうでもよくない ?29 歳も30歳も一緒じゃん。32歳も33歳も一緒だから、あの、歳のその区切りなんて何の意味もないから、ザッキーさんが本当に、本当に世の中で成功したいのか、それともなんか名を残したいのか,分からない、お金がもっと欲しいのか、どういうライフスタイルを送りたいかによるんじゃないの どんな生活したくて、どこでどれぐらいのお金を手に入れて、どんな仕事して、どんな時間帯、どんな、どれぐらいの時間仕事に費やして、どれぐらいの額が欲しくて、っていう生き方のスタイルを自分の中で、やっぱり希望がないと、うん。 1> で、一日18時間も働いて、給料100万になって、1200万稼いでます。それでよっしゃって思うのか、そんなに働いたら嫌だよって思って、一日5時間でいいから、5時間ぐらいしか働きたくない。だけど、年収800万ぐらい欲しいとかっていう人がいるんだったら、4時間、20日間、だから80時間、920時間使って、800万稼がなきゃいけないわけだから、まあ1時間に8000円ずつぐらい。 稼がななきゃいけないけってことでしょだからそういう1時間に8000円手に入れられる仕事ってどんな仕事だろうって考えてその仕事を作るかそういう仕事に就くかそれをもらえる資格を取るか知識を得るかっていうことをしなきゃいけないからそういう現実的に考えた方がいいんじゃないあの自分がどれぐらい時間を仕事とかに費やして自分の求める人生を手に入れたいのかっていうことに真剣に向き合って決めていくのがいいんじゃないかなと思いますけどね。